ミラン・リストフスキーは、北、マケドニアスコピーエ出身の、同国代表プロサッカー選手。FC スパルタクトルナバ所属。ポジションは FW。同じく北、マケドニア代表サッカー選手のステファン・リストフスキーは実刑。地元クラブである FK ラボトにつきで、プロキャリアをスタート。2014年11月22日、若干16歳にして、プロデビューを飾った。 2017年2月、兄も在籍しているクロアチアの HNK リエカに6月までの契約で期限付き移籍。2017年7月、HNK リエカに買取オプション付きの期限付き移籍で再加入。2018年7月、買取オプションが行使され、HNK リエカに完全移籍。2021年7月、1月から期限付き移籍で、 在籍していた FC スパルタクトルナバに3年契約で完全一席。ユース年代から北マケドニア代表歴がある。2021年5月20日、フル代表を未出場ながら UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された。ユーロ開幕直前の6月4日、カザフスタン代表とのフレンドリーマッチでフル代表デビューを果たし、この試合で代表初ゴールも決めた。 ラボットにつきりえか、ありがとうございます。